初めまして。初めまして。難しいですね。初めまして。お願いします。お願いします。チャオ、リブだよ。宮城県石巻市小船越にある福龍飯店に行ってきました。気にはなってたけど行ったことない店に背中を押してくれたのがこの2人、今日も美味しいもの食べるぞ食べるぞ悩む。これ胃袋って喧嘩あるからな、悩む。でもなんか単品だと、はい、間違いなく美味しそう。これがダメだったらば、かっこいい二段名前だそうそうでも私なんかこのカニクマ、うん、いいね、と、うん、なんか単品でなんかそういう、カニチャーハン的なやつかな、定食ダメだったら。カニチャーハン、うん、チャーハン系がちょっと食べてみたいかな。うん、なんかエビホタテイカかけね、これめっちゃ美味しそう。確かに、あんかけってことなの。確かにこれいい、いいよね、うん、ちょっとあんまり見ないよ、うん、迷う、逆に悩む。私これにします。ちょっと食べます。ちょっと、あ、そうですか。じゃあ俺も逆に違うの頼んで、なんかちょこちょこっと食べてみようか。あ、じゃあ俺シンプルにカニチャーハン頼んでるから。単品で、うん、餃子美味しそう。餃子美味しそう。あ、焼き餃子も美味しそう。うん、いや、水餃子だよね。そうだね。水餃子焼き餃子。そういうメニューかのように水餃子焼き餃子じゃあいいですか、はい、すいません、塩味もありますけどいいですか。はい、はい、こちらにかけられます。はい、とカニチャーハン、カニチャーハン、はい、ここに五目焼きそば、五目焼きそばと、あと水餃子と焼き餃子で、水餃子と焼き餃子は一人前ずつでいいですか。はい、はい、以上で、はい、あとビールください。ビールは生ビール、瓶ビールがありますけど何にしますか。ひとまず瓶で、瓶で、朝日で、朝日で、はい、thank you。
ちごキャラメルスムージークリーム一つください。すごいこれ、女性 YouTuber チャンネルみたいな。すごい美味しそうだよ、これはなレトルトみたいなやつですか。レトルトの、ゆずキーマカレーだ。すごい美味しそうだね。ゆずキーマカレーって想像つかないの、不思議で。すごい、なんかいいね。岩沼の会社。錦屋キッチン。なんか買おうかな。うん、なんか興味あるもの。ロイコンゾーのビールか。チーズ入ってんの。濃厚リッチ。カレーか。中辛。ちょっとあのカレー。ちょっと興味あるな。すごいこれ。ちょっともうスープ買ってみようか。コーンチャウダーが美味しい。あ、美味しそう。これカニのビスク。あ、これも美味しそうだね。これなんか味がちょっと相当ね、絶対美味しいやつだ。これと、なんかカレーか、あ、パスタのやつもいいな。ボロネーゼ、うん、シンプルに。上段の挑戦的なカレーがね。すごい、すごい。しかもそんなね、べらぼうに高くない。チャイそのまま、すごい。絶対一応何食わないとあれみたいな。錦屋キッチン。最近ファンになる。ああ、そうなんですね。でも岩沼のだしね、なんかカレー大好き。錦屋のカレー。あ、さすが。私も結構買ってる。